どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日も美咲の部屋ということで、今日はなんとこうあれですね、タートルネックの第2弾でざっくりニットに合うお団子アレンジを今日ちょっとやってみました。で、まあ、美咲さん髪の毛の量ちょっと多いんですけど、まあ、多い方でも簡単にできるっていうお団子方法ですよね。はい。で、まあ、ちょっとポイントが2つあって、まあ多いんで髪の毛をちょっと2つに分けてまずやってます。で、もう1つが下の髪の毛で結構緩みやすいので、それを緩まないように逆リンパにして上にまとめてます。もうそうすることによって綺麗にこうピシッとまとまりつつ、なおかつこう髪の毛が多いとちょっとルーズになりやすいんですよね。こう緩みやすいから、それのこう2つを兼ね備えたアレンジ方法になってるんですよね。はい。なので髪の毛の量が多い方、よかったらこの方法でやってみてください。はい、お願いします。それでは動画スタート。はじめに N ドットのオイルをつけていきます。全体的にまんべんなく潤いが出るまでしっかりとつけていきます。耳後ろから分け目を取って、つむじあたりまで取り分けて表面をまとめます。つむじあたりでゴムで結んでいきます。少し小さめにお団子するようにやっていきます。お団子の毛先を前に持ってきて、後ろの残りの毛束を後頭部より少し上あたりでまとめます。その位置でゴムで結んでいきます。真ん中に空洞を開けて、下から上に逆リンパをやっていきます。毛先を2つにしっかりと分けて、そのままギュッと縛ります。下の髪の毛をお団子に巻きつけていきます。その上でゴムで結んでいきます。残りの毛先をどちらかにねじってお団子に巻きつけていきます。その上からゴムでもう一度結んでいきます。お団子の部分を少しほぐしていきます。トップの部分とサイドの部分らへんを少しずつほぐしていきます。全体のバランスが整ったらこんな感じで完成です。